はい、今日もあなたと役所天国。はい、本日は2020年の8月19、18か、8ですか。はい、ということで、今日も暑いですね。火曜日出荷日ということで、さあ仕事仕事、収穫出荷ね、ピーマンですね。ピーマンの収穫でございます。だいぶねもうパンパンになってきてはおるわけですけれども、ただちょっとね、花が今咲いてないですよね。なのでちょっとね、ちょっと疲れてきてるかなということでございます。本来でしたらここら辺でね、追肥をしたりねせんといかんですけど、ちょっとね忙しくてね、これ追肥はどうやってやるかっていうと、防草シートを剥がしてね、でまあ菜種かす油でもいいですし、昔だったら鶏粉だとかね、自然卵養鶏の鶏粉とか使ってましたから、そういうものを引いてもう一回こう、戻して、で雨が降ったらね自然とこう、肥料が効いてきますんでね、それで葉っぱがね、ナスの葉っぱが、そうですね、まあ生育診断っていう話をしましょうか。今思い出しました。ナスとかピーマンとかね、この実のつくものっていうのは生育診断、まあ、肥料分が今どうなのかなっていう状況を見るのにこう見てあげてね、全体を見てあげて、葉っぱがこういうふうにこう何ですか、ね、向こう側にこういうふうになってきてる場合は肥料がちょっと足んなくなってきたよっていうメッセージです。わかります？こういう感じですね。全体にこう見て、こう全体を見て、こう葉っぱがこうなってきたなって、で肥料入れるじゃないですか。肥料ズドンと入れて防草シート戻して、そうして雨が降ったりすると葉っぱがこれ一気にこうボーンとこうボーンとこうね立ち上がりますね。では肥料が効いたなということになります。一気にも立ち上がってきますんで、今こうやって見ればね、だいぶ疲れてきたなというふうに、見えます。これがその状況だってことですね。わかりますかね。こうやって全体をね見渡してみて、そろそろだいたい8月の半ばぐらいですよね。このお盆の時期にだいたい追肥をしたりします。例年だったらね、だからやってあげてもいいなというか、まあやらんといかんのですけどいやちょっとやってる時間があるかないかっていう、その辺もあるんですけど、そういう感じですね。こういうふうに葉っぱがねこういうふうになってきたら疲れてきてますよというメッセージでございます。で肥料を入れるとズドーンとこうやってねビシッと立ち上がってきますからね。これがもうピキーンとこうなりますんでね、まあ分かりやすいです。ナスはね、まあナスピーマンみんなそうですけどもね、ピーマンはあんまり追肥ってないですね。ピーマン追肥したことないかな。だからまあだいたいナスですよね。ナスのあたりをだいたいやりますかね。ピーマンくんが完熟になってきましたね。ちょっと取り遅れておりますっていうかね、全盛期になっちゃうとねピーマン君はねえらいことになっちゃいますんで、だからこの完熟にしとくとね意外と甘くて美味しいんですよね。ということで、まあわざとね取らないっていうことでもあるわけですけどね、こうやってね赤くなって出すっていうのもね、これから秋に向けてはね結構もうこうやってね高温障害っていうんですか、まあ焼けちゃうってやつですね。いや、いろんな意味で焼ける、まあナスピーマン焼けてくるですよね。今の時期一番太陽がね強いとは思いますから焼けちゃうんですね。がちょっと内側のやつをねこうやって手突っ込んで、取ることになります。ピーマン取りきれないんですよね、正直ね。取りきれませんね、取りきれないんですよ。ある程度ね一株から薄く取るんですねピーマンはね、一株を完全に取ってしまうよりも全体として、例えば前半と後半とね、ベッドを半分ぐらい分けて、前半後半を入れ違いながら少しずつ取っていくと、全くね取らないっていうのもよろしくないので、とにかくね少しずつ少しずつ取って、今このちょうどね赤いやつをちょっとね完熟になってるやつをちょっと今取ろうとしてますけれどもね、まあ色付きがね出てきてるなと。
よいしょ。まあピーマンね、本当にピーマンはやっぱりどうですか、無農薬で作りやすい実のものとしてはね、ちょっと傷んでますね。ナスよりかは作りやすいですよね、ピーマンね、実つきいいですよね。まあ品種によってね多少ばらつきありますけれども、まあ定番のねエース系ね、エース、今はスーパーエースとかニューエース、スーパーエースじゃない、ニューエースかあと京並み系ですよね。うん、あと昔ね割と作ってた品種なんだったかな、あ忘れたな、なんとか2号ってやつが割と実つきが良かったりね。まあ今はね本当にいろいろありますけども、横浜の会社のやつが割と品種良かった、良かったですね。今あんまりねそれほどはもう、まあ正直ねセット野菜の場合はピーマンはねそんなに追い求める必要はないと思うので、まああればいいかなっていう感じなんで、定番のエース系、こういう京並みあたりを普通に作ってますけど、昔はねいろいろね品種を変えたりして、楽しんだ部分もありましたけど、今はね別にどうということはありませんですね。栽培というものはね本当にまあ専業でね食べていこうと思うんでしたら、とにかく一日も早くね確立することなんですね。確立するということはどういうことですかって言ったら、ある意味その追求をやめるということなんですね。もうこの辺でいいやっていうところで、ポイントをね、もちろんこれがね商売の種ですので、もちろんきっちりやらないといけないですけども、だいたいこれで、もう栽培この品種に関しては、例えばねナスピーマンとかに関してはもうこれである程度確立したなと思ったら、それ以上追求しないというね。で他のところにね神経やエネルギーを傾けていくということもとっても大事になるんですね。専業農家というのはねやらなきゃいけないことが山ほどありますんで、顧客の獲得から始めね、例えば今ようやくね、ホームページ8月入ってねようやくホームページをね、何度か手直しして千葉県の時代のホームページから今回ね愛知県の時代のホームページに、そんなにね詳細ではないですけど、とりあえずトップページをね、内容を貼り重させていただきました。まあお客さんからはね、もう卵はないんですか、卵ついてないんですかって言われてね、すいませんもう卵はね千葉時代ですからね、ないわけですよね。なので残念ですけども卵ありませんという、まあ千葉時代のホームページそのままでね、申し込まれている方がほとんどでしたね。なんとかこれでね、そういう失礼がなくなったかなというとほっとしておりますが、そういうのもね、ホームページを直すとかっていうのは本当に、まあ、僕自身がやってるんじゃなくてね、ちょっとお願いして、ね、これも仕事として、まあ、発注をしてねお願いしてやっているわけで、そのやり取りとかもねなかなか正直大変なんですよ。はい、まあまあまあね、まあいろいろねやらなきゃいけないことが多くて、専業農家というのはね、まあ休みというのはありませんけれども、うちは正直しかしこの暑さの中ね厳しいですよね。これが虫入っちゃってますね、こんな感じですね。でもこれでもね食べると美味しいですよね、この皮のところね、赤いのやっぱり甘いですからね。今日はちょっと赤を入れてあげたいので、赤をちょっとダメだな、残念。まあお盆過ぎからねどんどんちょっとこうまたね秋に、また9月10月虫動いてきますからね。真夏はね一番この暑い時が言うほど虫が動かないんですけれども、9月10月ですよね、また一気にね秋の涼しくなってきた頃に虫動きますから、9月植え付けの時期ですもんね、もう苗をバンバン植えてという時期後の頃に一斉にこうね虫湧いてきますんで、だいぶ焼けてますね。穴をねこうやって見逃すと、これこの中多分虫入ってるんですね。この1点でもあるとこれアウトですね。はい、中開けてね
一般の主婦の方がねキッチンでね、包丁でピーマンをこうとヘタのとこ切ったらワイワイ中からね虫が出てきてクレームということになりますのでね。これはいけるかな。だいぶね、でも最近ようやく私もね、毛穴が開いてきたなという感覚をしてますので、まあまあそこそこ大丈夫な感じになる。嫁はちょっとね、まだ多分ダメだと思うんですけど、毛穴がね、開いてきてね、この暑さにね、ちょっと自律神経が対応してくるようになれば、まあ大丈夫かなって感じがあるんですね、長年ね。だからまあ、熱中症はね、本当に、それはこんな一番暑い時の11月とかあのフルパワーでねトップスピードで動いたら熱中症になりますけど、基本的には私はならないんですね。ならないというか、まあならないような動き方をするということなんですけども、まあ熱中症をね精神面で乗り越えるというのはなかなかね難しいんですけど、まあ私は長年そのような感じでやっておりますよね。やらなきゃいけない仕事ありますから働かんわけにはいかないでしょってことでね。最近はちょっとね、これちょっとダメだな、ペース落としてますけど、ちょっとね体がねこの暑さに、慣れるのをちょい待ってですね、これから一気に作付け始まってますんでちゅうことですね。ピーマンもこれ一気に秋になったらちょっと疲れますかね。花が咲いてないの分かります？花が咲いてないでしょ、ってことはこれ一気にねちょっと一回ガクッとくるですね。花が咲いてなければ次はないですから、でしばらくおそらくまあほっといたらまた10月ぐらいね、ピーマンはずっと11月ぐらいまでね普通に、おそらくこっちの中部地方でしたら12月の頭ぐらいまで普通にピーマン取れると思いますね。まあ出荷するかどうかは別ですけども、ピーマンは意外と寒さに強いですね。よいしょ、次ナス取りますか。庄屋オーナーがねさっきいい感じだったので追肥してあげたいですね。追肥しましょうかね。そことこっちこの白丸も追肥してあげたいですね。よいしょ、次はハサミを使うので、はあ暑いね。日中はまああんまりねもう一さまは畑に出てくる人そんないないみたいですけどね。さあ庄屋オーナーが君はいかがですか。庄屋オーナーが君結構ぶら下がってると思ったので、はい、ちょい小さいですけどね、まあ、どんどんこのサイズであればどんどん取っていきますね。本当はもうちょっと大きくしたいんですけど、まあまあいいんじゃないですかということで、ね、これぐらい欲しいですね。ちょっと硬いね。お、バジルの香りが、バジルもねポツポツできてきて、結構本当はもっとバジルバーンとなるんですけど結構活着しなかった感じですね。取りやすいところから、はい、よいしょ、でもちょっと疲れてますね。葉っぱが元気がないね。だいたいもう見てわかりますね。追肥してやらんといけませんかこれ、
追肥が必要ですか。ちょっと元気がないね。まあまあ、まあ追肥はまあね、できるだけ窒素分を入れちゃうわけですけども、まあ鶏粉は一番速効性があるですよね。だから堆肥というよりもいわゆる肥料ということになりますんでね、菜種かさ油でもいいですしね。ただあまり多く入れると病気になりますんでね、その辺が有機栽培の場合はポイントになります。まあ肥料と堆肥というようなね話はまあ多分もしかしたら聞きたい話、一般の方聞きたいかもしれないですけど、堆肥というのはいわゆる土作りということの中心に持ってくるわけですけど、正直ね、堆肥をね、例えばヘクタール単位でやってる農家さんですから、堆肥を入れるってやっぱり簡単ではないわけですね。なので今はどちらかというとね、私も我が農園もそうですけども、緑肥というのを中心に考えていることが多いですよね。まあ緑肥をとりあえず、まああそこの隣のところですけど、緑肥をとりあえず種まいて、で突き込んで、で突き込む時にまあぬかを入れたり、鶏粉をまぶしたり、まあそういうものですねを多少入れるという形ですか。でまあどうしようもない畑はね、堆肥をドソーンとね、千葉時代は昔の動画をご覧になっていただけば分かりますけど、冬にね結構堆肥をどこどこ入れてましたね。ただまあ最初の5年ね、頑張って入れれば、だんだんそこからもう肥料を入れなくていい状態に持っていくわけですね。で10年すればもうそこで出来上がりとなった段階で無肥料栽培に移行すると。無肥料といってもね、3年に1回ぐらいはやっぱり何かこう緑肥をかましたりしますけれどもね、基本的には作付けの前に何かこう肥料を入れるというような。研修先ではね、鶏も飼ってましたので、自然卵養鶏のね鶏粉とかを研修の先ではね、ダガダガ入れてましたけど、毎回入れてからベッドをうねた、これちっちゃいな、うね立てするというようなことをやってましたけどね。もう今はそんな面倒なことは我が農園はしておりませんね。もう基本的にですから、肥料を入れるとかそういう作業は基本的に冬だけですね。基本的には。ただやっぱりこう今今年はね、もう1年目なので、土が捨てると思えばね、菜種入れたりいろいろしてますが、ぬか入れたりねしてますけども、まあいろいろですね、ケースバイケースです。農業は全てケースバイケースなんですね。だからいろいろね、コメントなんかして質問されますけども、何々はどうされますかっていうか、ざっくりとした質問に関してはこういう場合もあります、こういう場合もあります、こういう場合もあります。それは畑によって一枚一枚違うわけですからね、そうとしか言えないですね。必ずやるというわけではないので、目的は売れる野菜を作るということですからね。野菜ができればそれで OK なわけですね。そこら辺がポイントでございまして、野菜がなければ僕らは食っていけないので、野菜を作るということですね。結果的に環境のためになればいいとは思ってますけど、環境のためにやってるわけではありませんね。そこら辺のところですね。あくまでも私は農家でございますので、農産物を安心安全なものを作るということですね。ただそういうケミカルなものも含めてね、入れるものは自分の目で確かめてね。畑というのはね、土ですから、土壌ですからね、それに合うもの合わないものってあるわけですね。でそれは例えばいろんなものがあるわけですね。でこれはちょっとね、世に堆肥って言われるものはいっぱいありますけど、正直言ってね、堆肥って呼ばれるもの、多分おそらく自分自身の感じですけど、8割から9割は入れたくないものですね。自分の目で確かめて、これだったらいいなっていうもの、市販に売られてるもののそういうものの8割ぐらいはもう基本的にはあまり入れたくないなと思うようなものが多いです。もちろん全部ね、一品一品確かめたわけじゃないですけども、それは感覚的なものですけどね、私自身のあくまでも自分の個人的な判断ですけどもね。堆肥って呼ばれ、一口で言ったってね、本当に 質だとかそういうものはもうピンから切りですから、ピン切りですから、本当にこれをお金を取って売ってるのかって呼ばれるものも普通に売ってますからね。そこら辺のホームセンターにはね、
これはっていうようなものも、まあ、あくまでそれは僕の個人的な判断ですよ、そういうものもありますね。まあそういうものも含めてね、これをやっぱりね、自分の